さあよろしくお願いいたします。はい、改めましてマンハッタンに恋をしてキャリーの日記のイメージソング秘密のキミキャット、ウクク本当よを歌われましたパンティーのお二人、大野木亜美さん、そして吉村愛美さんです。よろしくお願いします。ちょっと簡単にね、ご挨拶いただいてもよろしいですかね。はい、パーティーの大木亜美です。よろしくお願いします。はい、吉村愛美です。お願いします。はい、お願いします。まあ、このイメージソングなんですけれども、このお話は後ほどゆっくりとお伺いをさせていただきたいと思いますが、まずはですね、マンハッタンに恋をしてキャリーの日記、はい、まあ、ご覧いただいた感想から伺いたいんですけれども、はい、はい、そうですね、あのキャリーのキラキラした青春時代を覗けるという気持ちがもうすごく、なんかこっちもキラキラする感じで、うん、楽しいです。楽しかった、はい、はい、キラキラ今日もされてますけどね。あの無理やりあの外側からですよ、ね、いやいや、そんなことないと思いますよ。内からないとね、出てこないと思いますが、ゆみさんはいかがだったでしょうか。うん、最近の高校生は混ぜてんだなと思いつつ、ええ、でも非常に楽しく見れたので、なんかその同世代じゃなくても私たちの年齢の方もすごい楽しめるのだなと思いました。なんかその高校時代を思い出させるなみたいな、そんな感じもありました。いや、あんなキラキラしてませんから一切かすりもしないですね。本当にかすりもしない、かすりもしないんですよ、残念なことに。なるほど、今日はなんかキラキラがテーマになりそうな感じがしますけれどもね。はい、はい、まあ、この作品なんですけれども、はい、まあ、大人気シリーズセックス・アンド・ザ・シティのヒロインキャリー・ブラッドショーの青春時代を、キラキラしたね青春時代を描いておりますけれども、ちょうどその頃流れていたかと思いますけど、はい、なんか噂とか耳にしたりしましたか。あ、もう噂はもちろん、あの友達とかもすごいの始まったよみたいな感じだったんですけど、うん、ちょうど私たちもあのツアーをやったりとかで、うん、あんまりじっくりテレビを見る感じではなかったので、そんなにあのがっつりは見てないんですけど、うん、はい、もうでもね、ものすごい人気でしたからね、本当にね。ゆみさんとかどうでしょう、ちょっとはご覧になってますかね。はい、あの、うん、ま、全部というわけではないですけど結構見ましたね、うん、あ、そうですか、はい、共感できる部分なんていうのもありました。あ、恋におしゃれには、ね、仕事に生き生き生きる女性たちの姿を描いている、キャラ丸かぶりだなと思いました。あ、丸かぶり、嘘ですけど。いや、でもなんかあの女の人って怖いんだなって思いましたし、まあ自分もだなと思いましたし、ちょっと被ってるなと。はい、いろんななんかね、観点でね、ご覧いただけたんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、まあ、実際にですね、セックス・アンド・ザ・シティのファンにはたまらないポイントもですね、随所にあるわけなんですね。実際に大人のキャリーはですね、ジュールスカートよく着ていたんですけれども、この頃からですね、キャリー高校生時代からですね、あのジュールスカートをよく、履いていたりとかしましたし、あのタクシーの止め方なんですけれども、まあ、大人のキャリーと高校時代のキャリーもそっくりですね、こういうビシッとね、背筋を伸ばした感じでね、手を挙げてタクシーを止めるという、そういうシーンも第1話にはありますけれども、まあ、実際にあの主演のですね、あのソフィア・ロブがよくね、研究をして、高校時代を演じているというようなね、そういう物語になっております。まあ、まさにキャリーの始まりのストーリーであるんですけれども、まあ、実際にはね、キラキラとしたマンハッタンでの生活に夢をこうときめかしていって、大人の世界を生み出していく高校生のキャリー、ご覧になっていかがでした？どう感じました？さんは。そうですね、まあ、そんなにまで夢があるっていいなと思います。夢があるっていいな。もっと前向きに、前向きにこうキラキラしてたって、絶対してたって今思い出して。まあ、私もその頃は、キャビンアテンダントになりたいなと思ってました。うっすらと。うっすらですか。はい、ただ絶対ではなく、ただ背がちょっと足りなくてですね、残念ながら、上の棚がね、そうそう、上の棚に届かないとか、そういう規定があるらしく、はい、じゃあ地上勤務でいいかなって思ってた時期です。地上勤務なんで夢は航空会社とか、とホテルマンとかになりたいなと思って。なるほど、はい、地上でもやはりそういう系に関わっていきたいという、ね、そうですね、はい、第三産業という感じですよね、はいはい、実際にその、まあ、ドキドキ感、ワクワク感、高校時代ってあったかと思います、はい、大人の階段をね、進んでいったあの、はい、キャリーなんですけれども、ゆみさんからはどういうふうに見えましたでしょうかね。いやー、とか何度も言いますが、おませさんだなと思いましたし、うん、なんかこう、あんな環境だったらいいな自分もと思いましたね。やっぱあの、ああいう環境に触れ合わなかったので、はいはいはい、
全くキラキラしたもの見たことなかったんでそうなんです。なのでこう羨ましいなと思いましたし、はいはいはい、あ自分もああだったら人生変わってたんだろうなと思いますね。いや今まさに変わったっていうお二人じゃないんですかね。でもね、ああそうだ、あそうですよ、あそうですか。実際にあの由美さんは高校時代の時とかの夢っていうのはお持ちではなかった感じですか。なんか夢を持つほど余裕がなかったんですよね、うん、もうなんか毎日楽しくって、そんなこと考える間もなく気が付いたら、あれもう18歳みたいなぐらい夢を持ってる人の方がすごいなと思いました。あんま皆さん持ってたんですかね。ありましたもんね。はい、そこそこありました。私も小学生ぐらいの時はもちろん CA さんに憧れましたし、あのスチュワーデス物語というドラマがすごい流行ったので、流行ってました。だけどそっからなんかもっと遊ぶことが楽しくて夢とか忘れてたんですよね、はい、夢よりは今というか。そうなんです、うん、今が楽しく毎日過ぎたんで、うん、だからあんまりその高校時代は何も考えてなかったですね、うん、あそうなんですね、はい、でアミさんはバンドもやられてましたし、はい、高校時代ね、はい、だからバンドとしてということはプラスアルファ。いや全然もう本当に私はホテルマンか航空会社に勤めるという気持ちで。そうだね、はい、本当ですよ。なるほど、はい、広がりそうで全く広がらない話になってますね今 ね無理やり広がろうとしてるんですけど、だからもうこうやって、あのソニーに入るなんて思ってもなかったです、お二人ともにそうなんですよね実はね、はい、思ってなかったんだけどと、はい、うん